俺もあの なんかやってくれるのかなと思って待ったんだけど、ちょっと忘れた方がいいよね、動画ですね、一旦ね。皆さん、こちらからジミのセレッションとカイカちゃー、ロブさんとギズマです。ピンポーン。悲しいよね、最近。お母さんがいないよ。え、あの子は帰ってくるの？本当に。いや、帰ってきたのにまたいなくなっちゃったんだ。忙しいっすね。ということで、今日の企画はモカが行きそうな場所を締めで探そう。よいしょ。この企画はまあ最初はねちょっとパロってたけど、実際の何のパロ、何のパロと回想、回想パロ回想、回想パロ回想シーンやったわけよ、はいはい、もがちゃんが後編っていうのはまあガチなんやけど、うん、今あの LINE で渋谷で一番なんか思い出の場所、自分的な場所を言ってっていうのを聞いたらしいです。で俺らは今からそこに行こうと。だからあれでしょ、モカがいるんでしょ、そこに。だから俺らはそこに行けばいいってことでしょなるほど。そう、多分モカを探せる。そう、私を探して会いたいならここにおいでってことやわ。そういうことか。渋谷のな、なるほど、ツンデレさん、ツンデレ、ツンデレ。だから渋谷にある場所に行けばモカに会えると、今日は。はい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 、はい、なので、うん、まあ2人1組ぐらいになって、うん、とりあえずモカを探しに行こう。はい、なるほどね。まあ長い付き合いだからね、俺らも。そう。さすがに分かるとは思うけど。いや、分かるよ、絶対。分かるよな。何も喋ってないけど大丈夫かい？ボケてたのに誰も突っ込んでくれへんねんみたいな顔してるな。え、全然気づかなかった。ずーっと変な声してた。ああ、はい。回答ね。どう分かってくれた。はい、ということで、まあ、マスクもつけて、しっかり外に繰り出したいと思います。では、行ってきまーす。いやー、やっぱ小暮だけだよ。好き。はい、ってことでやってまいりました、渋谷区です。はい、どうします？いや、なんかモカが行きそうな場所、モカが行きたい場所、そう、モカがいるらしいんですよ。あ、はいはい。だからそこに向かわなきゃいけないんですけど、そのなんかお題がまだ来てないんで。見て見て、魚屋のマグロ食堂。え、絶対うまくない？絶対うまいよ。え、でも俺ね、お腹空いたんよ。どうせまだ連絡来てないなら食べに行く。あ、食べに行こう。いいよ、なんでも。え、なんでもいいよ、俺もマジで。富士そばでもいいけどね。富士そば天才だよ、大好き。来るまで富士そば食ってるみたいな。モカ待ってんのに。え、入ります？え、マジで俺腹減ってる。いいよ、じゃあ食べよう。じゃあ僕らは富士そば行ってきます。富士そば行ってきます。よいしょ。はーい、ということで、はい、渋谷に着きました。はい、まず何系かを考えることよね。例えば、ね、食べ物なのか、確かに確かに、服なのか、なんか2個だけパッと思い浮かぶもんある。2個、うん、なんかモカといえば、うん、やっぱ TikTok 大好きやん。はい、だから、はい、TikTok の聖地でもある宮下パーク、あー、はい、がまず1つ、はいはい、確かにね。でも安直な考え方で言ったら、うん、もう根岸、あの、2人で食いに行った、ね、最初。はいはいはい、そうやな。まあでも最近な、うん、あんま牛タンは言ってねえからな。まあちょっと牛タンは卒業してるイメージはあるから、うん、なんか宮下パークかなっていうのはちょっと思った。まあ、いやー、俺はね、スタバとかスターバックスね、すごい好きなイメージなんだよね。ああ、わかる。一回宮下パーク行く？ブラブラしていく？一回行こう。よし。いただきます。俺はあの、あったかいそばとミニヒレカツ丼。僕、あの、ミニかと思ったら、そのまま。てか、モカどこにいんだろうね。2階とか。ああ、俺、この座席の下見てくれなかった。本当だ。なんかすごいね、なんかいろんなボルタリングとかもいろいろあるからさ。でもやっぱあの綺麗な子とかかっこいい子とか多いね。そうだね、同世代ぐらいの人めっちゃ多いね。か、高校生か。うんうん、言ってたら入ってん、スターバックス。確かに、ツバチの第一候補や。うん、はい、そうです。あ、そうです。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、モカちゃん見つけたら教えて。俺は探してるから。今どこにいるか、渋谷のどっかにいるから、そう、探してる。もし見つけたら、まあ、リプライを飛ばしてください。そう、あの DM とかして。 DM します。見つけたら DM するやで、はい、見つけてないのに DM しちゃあかんで、はい、ありがとう。またね。よし、早めに退散するか。早めに退散しようか。嬉しい、嬉しいことでした。うん、間違いない。うん。
いやー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかヒントが出たらしくて、うん、ショッピングができるところ。はいはいはい、ショッピングしてたんだけどな、僕ら見なかったね。いや、えホッピング、ホッピングじゃないよ、あれあれ。ってことでどこ行きます、ショッピングらしい。でもこれでさ、109とかはないでしょ、さすがにね。ちょっと通ってみ、通ってみる、通るだけね、通るだけ通ってみる。え、もしそれでさ、109だったらね。いやちょっとな、分かりやすすぎ、安直やな。もう僕らのこの目線の先に109あるからね、うん、ということで、はい、一つ目のヒントが来ました。一つ目はショッピングができるとこと。ほなここやないかい絶対にここやと思うね。まあでもね、渋谷に来てる人って、うん、大体ショッピング、そうね、ご飯食いに行くか、うん、ってことは渋谷ってショッピングできる場所なんて無数にあるんですよ。いやまあね、うん、ショッピングモールとは言ってないからね。確かに確かに、ショッピングできるって言って女の子が結構行きそうな場所はほんまにここか109か、ね、そうだね、どっちか本当にどっちかだね。はい、109着きました。宮下パークに着きました。何行きました。え、2組とも遭遇しておりませんだって。2組とも遭遇しておりません。じゃあ違うとこだ。え、ヒント丸に来た。お、パルコが見えるところ。ええ、じゃあ一旦パルコ目指してそっから逆算していくなと。そうだ、ね、うん、確かに。で一旦パルコ行きましょう。はーし、光栄とか。あ、光栄ありそう。光栄か。あ、あれパルコ。パルコです。パルコです。あれ、パルコが見えるところです。パルコが見えるところ。はい、で、買い物。あ、無印。あ、無印。いや、あるよ。ありやな。いやでも、何を買うんだってなるやん。確かに、今逆算してみる。さすがに服とかだと思うんだよな、俺は。でもな、最近服なんかいっぱいすぎてどうしようって言ってたイメージある。あ、逆に俺らさ、俺らだけの思い出なんかないかな。4人で行った思い出の。俺渋谷の記憶、あ、お、モーディのカラオケは。うわ、え、待って、モーディのカラオケじゃない。レインボー、レインボー、レインボーや。てかモカ可愛いやつやな。自分の行きたいとこじゃなくてさ、俺らな、思い出の場所に行ってるってことや、うん、もしここにいたら。え、見えるやん。ここがモーディで、アコパルコ。これ来たな、これ来たわ。いや待って、待って待って待って、アコ見た、アコ、どれ、アコ。俺ら天才だわ、マジで。な、多分めっちゃいい、めっちゃいい考え方の動画になってる。いや、そうよ。あいつ胸に。ねえ、俺らめっちゃモカに会えるの楽しみにしてきたのにさ。何これ。ちょ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 、あのさ、渋谷のこんなさでっかいショッピングモールの前でこれやんのやめて、恥ずかしいから、マジで。え、じゃあ今日はモカは来てない。あ、モカです。違うね。というわけで、着は2人でしたね。天才。いやでもこれたまたまじゃなくて、ちゃんとモディっていう結論つけてきた。そう、素晴らしいっすね。はい、まあ一着は2人ということで、はい、残りのね、モカのことが理解できてない2人を待ちましょうか。はい、よーし、待っとこう。待ちましょう。はい、無理です。はい、はい、チーズ。こいつはチーム、集合できましただって。僕らフェスそばなんか食ってるから負けたで。あ、俺見つけました。モディです。はい。向かいます。向かいます。見て。え？え、どういうこと？モカがいるって聞いたんだけど。いや、モカだよ。モカ。モカです。ダンダン。ほら。ほら。え、でかっ。でかくなったね、なんか。上も横も。ジム行ってきた。というわけで一番乗りはカリスマチームでした。イエーイ。どうですか、リフレッシュできました。うん、天気もいいし、今日海外行ってたけどスタジオが多いって言ってたんで、うん、ガチョクチョク出ていきましょう。はい、めっちゃ良かった、めっちゃ良かった。いいよ。はい、ということでね、まあ多分次回とかの動画からは僕がちゃんといるので皆さん楽しみに待っててください。はい、ということでモカを探せでした。せーの、See you later。 バイバイ。モカです。でかっ。タンタン。この動画